みんな大好きにゃんこの時間だよ。ワクワクだな。本日はガチャを引いてウルトラ記念を、二通りの攻略方法で決めちゃうぞ。カオルくんを倒したので4回引けます。施設が出ないと非常に危険な状況なんだが。牛ですね。強くなるのに何年かかるんだ。仕事効率が出ないと、ライオン攻略は難しいのですが。無茶はしないんだよな。まあ月末まで待てばいいだけなので。キモ猫。本キャラは育成に時間かかるから、今出てきても攻略には嬉しくないぜ。でも文句を言ったところで、出てくれないのは事実。無理なら無理で諦めましょう。猫です。なあ、こいつが一番腹立つな。もうプラス80になっても一発 KO ですからね。でハラストチャンス。攻略は一部を除いて難しくなってるので、施設が出てきてほしいものです。鳥ですね。やっぱり年単位のキャラだな。プラス80にするにはランクが上がらないといけませんからね。以上困ったことに、大狂乱の攻略は、難しいです。続きましてウルトラ重圧、超激ムズを攻略します。あとで手持ちのキャラでの速攻もあるので、比較していただければ幸いです。ペカチョウが出てくるまでのんびり待ちます。出てきたら城に引きつけて、マキシマムとパーフェクトで時間稼ぎ、壁で抑え込むんじゃダメなのか。レベルが低すぎて負けちゃいますよ。ゴムでもレベルをそれなりに要求されるので、安全策のこの2体にお任せです。マキシマムだけじゃダメなのか。押されるんです。お金は溜まってるように見えないがこれでいいのか。本当のお金集めはここからです。ペカチョウの団体さんを倒して一定の資金を準備します。難しくないか。このステージ自体衝撃波の影響でなかなか前に進めないんですよ。前に進めないってことは当然。サンタが出てきました。ガネーシャで攻撃してみますが、ムートの方が相性良かったかもしれません。遠方範囲でも難しいのか。この悪魔王サンタ、射程が500あるので、中継がないとガネーシャは役に立たないんです。服の神も出てきたな。このステージ敵も強いですが、衝撃波で随分弱らされるんです。精神的に、攻撃自体はマキシマムなら一発耐えられます。滅法強いってすごい武器だよな。なかなか前に進めないようだが。そこで後になって気づいた戦法で速攻します。まあこの攻略方法でも3分で勝てますので。ちなみに速攻とやらはどのくらいの時間かかるんだ。この攻略の半分の時間です。随分差があるな。まあ前半はほとんど何もできない状態だったもので、今もほとんど何もできないみたいだが、敵の攻撃頻度がこちらより早いですからね。あんまりのんびりしていると、厄介な敵が次々と出てきます。これは最初から速攻が前提だな。真正面から正直にぶつかっても、リスクが高くなるだけだ。だいたいサンディアレベル30の第3形態。なのに攻撃力はパッとしないな。ちなみにしばらくして現れるアカラガ王3体、サンディアだけでは倒せません。超ダメージだよな。1000% の強化とはいえ、こちらの超ダメージチームを駆使しないと勝てません。キャットマン使ってやっとなのかよ。レベル30と言っても簡単には勝たせてくれませんね。せっかくの経験値稼ぎ放題のステージなのに、苦戦するのか。その問題を解決するために、速攻を考えたんです。さあのんびりはできません。ゆっくりしているとコアラッキョが出てきて面倒なことになります。やっとムートを出したか。ここから城破壊なので、すぐに終わります。イベントオールスターズって経験値100で挑戦できるから美味しいけど、初心者が攻略するには2が勝ちすぎてるな。何事も頑張らないと、結果はついてきません。速攻の攻略も、結構敷居は高めです。では速攻に移ります。速攻と言っても、キャラは弱いので、決め手はタイミングです。
ニャンコンボはアイラブジャパン。ここまで上げてようやく成立します。ペカチョウが花火師を追い抜いたらバタフライを出して攻撃。その後狂乱のキリンで攻撃をします。やっぱキャラ持ってないと苦しいな。できうる最善を尽くすだけです。この後はムートを出すお金を貯めていくわけですが、出す時に注意。ペカチョウがキリンとバタフライを押しのけた時にムートでペカチョウを倒します。だからしばらく待つ必要があります。待ってると悪魔王サンタと福の神が出ると思うんだが。織り込み済みです。ムートを出したらキリンとバタフライを随時生産。このタイミングが結構時短を大きくします。星1なので攻撃1発では倒されませんが、ムートとキリンが2体以上いればノックバックの関係で、敵に攻撃をさせません。福の神はいかに素早く倒すかが鍵になります。衝撃波が邪魔はするんだな。そのためにスピードの速いキャラを採用してるわけです。速攻が遅くなる原因の半分は衝撃波だな。レベルとキャラ次第ではもっと早く攻略できますけど、まあ持ってないのでご覧の通りなんですけど、こっちのが安全で早いな。まあ保険にいろんなものも入れてますが、滅多に使うこともありませんから、このまま押していって攻略です。結構不都合起きるな。ステージ仕様です。さあ決まりです。今回はドロップしないみたいですね。20なのにシビアだな。本日の成果は、パッとしない成果だな。毎日何かやっていたら身が持たないよ。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。明日は大狂乱の牛。勝てそうか。準備だけはしっかりとやっておくよ。